適宜、まあ、味付けして、愛して食べようかなと思います。いただきます。これですね。で、これハム。タルタルソース。サルサ、いただきます。うまい。うん。うまいなこれ。マチュピチュとかそんな感じになるね、うん、でも現地では実際こういうものっていうかトースイヤー小麦粉で作ってるのかな、どんな感なんかどうぞ常にこういうのを入れて焼いて食べてるらしいですけど、
かしてくるから、ピルフの辺りはジャガイモが大切なら食器みたいですね。
まつぶつが捨ててみたいですよね。見たことないもんな。まあ、これ、いろんな香辛料が入ってるから、すごく美味しい。レタスは合うわ、すごく。キャベツよりやっぱレタスかな。いや、これ負けないぞ。さあ、最後の一枚どこでいいんでしょう。まず焼き肉ね。あんまりさ、
それに対してはそう、アイデアとしてハムもハムしもしちゃう。ソース。で、マッサージしようか。全然汚いけどね、うまいんだよな。入れるから絶対こぼれる。はい、ソース入りました。あとは毎日食べる酒。これは難しいね。
食感も美味しくいただきました。各種具材は残りましたけども、後で丁寧に食べますので、はい、どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。